はい、今日もあなたと百姓天国。本日は2022年7月12日。さあ、収穫出荷でね、人参とかの収穫をしに来たんですけど、もう人参がね、発芽してきましたね。わかりますかね。それで何がちますと、あれですあれですじゃダメだ。草がね、やっぱりね、ちょっとこれ人参ですよね。でね、もう人参はこうやって出てきたらすぐに剥がさないともうダメなんですね。なのでちょっと今収穫出荷の最中なんですけど、もう慌てて、でこれ見てください、これ草出てきてますよね。はい、ダメですね。太陽熱マルチが失敗ですね。あってはならないことが起きる、それが農業でございまして、難しいね。ね、こうやって草出てきてるでしょ。失敗でしたね。やっぱ水分量が足らなかったか。だから正直ね、関東だったらおそらく大丈夫だと思います。だから何かが違うんですね。ちょっとその見立てがね、違いましたねっていう話でね。難しいね。何だろうね、予想以上に。正直ね、関東であればそんなにね、まあ水分量あった方が、あればあるほど効きやすいんですけど、なくてもね効きやすいんですよ。でちょっと気を使ってね、水分大丈夫かなっていうレベルでやってみたんですけどね、草は生えてくるし、いや参ったね。これはね、ちょっとこれがね、ある程度ね確立しないとね、人参はできませんから、オーガニック栽培の場合はね。よいしょよいしょよいしょ。ね、草すごいよね。これはね、ダメですねいやー、なかなかうまくいかないね。草だらけですよ。これはもう取り切らんですね、この時点でね。まあある程度除草は入りますけど、ちょっと取れんですね。もうこの時点で多分ここまで草出てくるとかなり厳しいですね。人参はおそらくね、もう出てきてるので、人参も発芽してはくるとは思うんですけど、これだけ草が出てくるとね。関東でやった時はね、ほぼ皆無ですのでね。まあ人参のラインはこうやってきっちり出てきているのは見ればわかると思うんですけどね。同時にこの草ですよね。いやー厳しいね。もうこのレベルで草出てくると、多分もう今の時点でね、こんなに少なくてこれで失敗なのって思うかもしれませんけど、失敗です。はい、これではダメですね。まあそうですね、1日10分ぐらいずつこうやってね、こうやって取っていってですよ、こうやってね。それでまあ、とにかく1日10分から、まあ、マックス30分ぐらいかけてちょこちょこやって、それでどこまで逃げられるかっていう、そういうゲームだってことですね、今年に関してはね。まあ来年以降だから、ちょっとどうするか、畑を変えるかですね。これ結構なんかね、この草は深いところからね、種が出てきてるような、そういうちょっとね特殊な草のような気もしますしね。そういう意味では普通に表面の太陽熱マルチは効いてても、もっと深いところですよね、15センチ20センチぐらい下のところは効いてないっていうのは、それはそうなのでね。逆に言うと、そういう草の種がもうここの中に入ってるとすると、ここで連作するのはよろしくないっていう話になっちゃうんですよね。はい、これはちょっと手間ですな。まあ今日多分またちょっとね、雨が降りましたんで、この湿気でおそらく人参はね、こうやって普通に出てくると思うんですけど、いや参りました、参りましたね。これね、こうやって今出てきてる草はみんなこの1種類ですから、逆に言うと太陽熱は普通に効いてるっていう可能性ありますね。だけど多分こいつはね、深いところにあって出てきてるようなね、ちょっと普通の草ではないので、そういう意味ではこの種が落ちていったって、おそらくね
ずっとかつて昔20年前30年前植木屋さんがやってたっていう場所なので、そういうなんかちょっとこれ普通の草じゃないですよね。なんかちょっとだから違う種類だから、そいつは効いてない、あの太陽熱が表面がね、あの効いていてもこいつには関係がないっていうことが言えるのかも。出てきてるのはこれ一択じゃないですか。普通の草は出てきてないので、だからそういう意味ではこの草の種が草なのか、これがもしかしたらその園芸用のねあれなのか分かりませんけど、だとするとね、これがなくなるまでここで作るに限り、あの作るにおいてはですよ、このこいつが出てこなくなるまでここで作るのかって話になりますんでね、ちょっとそれが難しいですね。今後だからこうやってどうなっていくのかっていうのをちょっと見てですね、そうなるとここね結構こなれたいい場所なのでね、ここで人参を連作したいんですけどね、ちょっと様子を見て、ダメならば秋冬人参だけをね、春人参は多分ねマルチを張るので問題ないんですけど、除草もするしね。ここが一番良かったんですけどね、秋冬人参やるにはね。こうやって見てね、もう人参のラインが出てるの分かりますかね、人参のラインがビヤーっと。だからまあ予定通りは予定通りなんですけど、草がね、草というかおそらくこの一品種の草ですよね。草というかもしかしたらこれ本当に草じゃなくて、昔のその植木の時の植木屋さんのなんか育てていた何かなのかもしれないですね。分かりません俺には。どうもなんか草っぽくないですもんねこれね。なんかあの野菜の種というか、ちょっとなんか草のこの根っこが太いですよね。なので何か植木の専門の人が見ればこれはなんとかっていうやつだよっていうふうなことなのかもしれませんね。それのみがこうやって出てきてるので、それ以外の草は出てきてないじゃないですか。なのでそういう意味では、太陽熱マルチは成功してるという判断でいいかと思いますが、問題はここにそういうなんか草の種とかなんかそういうのがかつてあったっていう、そっちが問題でしたねっていうことですね。どう見ても人参よりも明らかに強い元気そうですかね。これほっといたら多分人参できませんね、覆われますね。はい、ということでございました。ちょっとがっかりトウモロコシも食われ放題だしね。いや大変だねやっぱり新規収納って大変ですよね。改めてね、20年以上やってきてね、農業って大変ですね皆さん農業って大変、本当に大変ですね。まあこうやってね1年目で僕は瀬戸野菜組めるんですけど、半年あればね、それでもねやっぱり農業って大変だなって、楽になることはないね。何なんですかね。以上です。いかんな、極めてネガティブな配信頑張っていこうね。いやお前がだよ僕は頑張りますね人様にそんな元気つけてる場合じゃないぞ、お前が頑張れ。以上でした。それではまた